子だ、影。ジン、待ってたよ。一人で倒したのか。来るなら早く来て。危うく死ぬところだったよ。猛虎が捕虜を連れて川上に向かったらしい。鍛冶屋を見たって人もいる。弟か。もしかしたらね、金田の入り江の近くに野営があるって聞いた。場所ならわかる。
を貸してくれる人は見つかった？一人だけな。石川先生だ。あの弓の名手の？すごいね。後でタカも手伝ってくれるよ。ああ、もうすぐあの子に会えるんだね。お主はいい姉だ。そんなことない。兄弟とはそういうものだろう。あんたにも兄弟はいるの？俺の身内は叔父上だけだ。助けた後はどうするの？休みたい。叔父上がいらっしゃれば島は救われるからな。そればっかりだね。勝てるはずのない戦を制してきたお方だぞ。お主は弟を助けた後どうする？実は考えてる暇はなかった。傷はどう？もう痛まない？ほぼ治った。お主の手当てのおかげだ。あんた心の内は明かさない男だね。そう見えるかも。武士ならば感情を御せと叔父上に言われた。幼い頃から受けてきた教えだ。なんだか生きづらそうだ。それが物の札。この先に川を見渡せる場所がある。そこからなら野営がよく見えそうだ。あれが野営？入れそうにないな。数日でしつらえたものならばどこかに隙間がある。探すぞ。タカを助けなきゃ。敵に騒がれずに。何か手があるはずだ。奥の守りは固そうだ。あの岩は登れそうだ。足場が緩いと崩れる。気づかれるよ。
正面の壁は出来上がっておらぬな。隙間があるかも。正面の壁に隙間がありゃ中に忍び込める。そして猛虎を全て切り伏せる。もし手違いがあれば捕虜が殺されるよ。何度も見てきたんだ。忍び込むしか手はないからね。まるで野党だ。不満でもあるのかい。この島はかつて賊がのさばっていた。しかし武士が乱を鎮め正義をもたらしたのだ。我らは誉れと共に生き、誉れ のために身を捨てる。かつて我が父も平和のために命を捨てた。私だって同じだよ。だけど今はやらなくっちゃ。叔父上の教えに背くわけにはいかん。今は目をつぶって家族を助けたいんだ。あんただってそうじゃないの。近くに寄ってみよう。様子を探りたい。それじゃ暗くなるまで待とう。行くぞ。タカは苦労してるんだ。猛虎が来る前から守ってやったのだな。兄弟だからね。タカは盗みを嫌ったけど飢えて死ぬよりはマシだろ。やるしかなかった。俺も武士になるほかなかった。だが教えに背くのはやはり猛虎に殺されてた方が幸せだった。恨みを晴らしたいんだろ。なんだってやらなきゃ。通るぞ。気取られれば捕虜が殺される。じゃあ音を立てずに喉をかっ切るしかないね。お前はどう見る。足を怪我しています。矢が当たりましたね。手負いの熊は死に物狂いだ。ぬかるでないぞ。わかりました。あとを追うぞ。この地に熊が出るなんて。そうだな。戦火の槍川から逃げてきたのだろう。無本物のせいです。罰として熊の餌にしてやりましょう。卑しきことを申すでない。
ここで倒れましたね。虫の息です。ああ、すぐ近くにおるな。気を抜くなよ。分かってます。とどめは私に刺させてください。お前が感情を御せるのであれば、その時は考えてやろう。いました。よるな。生きておるやもしれん。この焼き図では死なぬはず。見てください、この傷の跡は矢ではありません。死角槍川だな。卑怯者、地頭様の背を狙うと。酒井、怒りを抑えろ。人殺しになりたいか、こやつのように。我らは武士だ。ですがおじうよ、罪人はその命をもって償わせねば。目をそらすな。怒りや恐れで人を殺めてはならん。誉れを胸に切れ。敵を前にして背を向けてはならぬ。命を奪う時も相手を見据えろ。情けと覚悟を持て。それが侍の姿だ。虚に乗ずるは臆病の印。ジン、どうした？タカを探そう。見つかるわけにはいかん。五感を研ぎ澄まして頭の中まで野党になるんだ。
私は後だ。行くよ。川まで進むぞ。そこなら安全だ。お主は菅笠衆か。かつてはな。あそこも飯に困ってきたから抜けてきたんだ。志村殿が捕まり、お助けするにも人手が足りぬ。手伝ってくれ。無理だ。だが菅笠衆に聞いてみろ。筒の氷で猛虎を襲ってるって聞いた。岸平原の近くの海岸だ。弟を探してる。タカという刀鍛冶。お前はない。だが多くが他へ移された。捕虜が移されたって言ったね。どこだ。アザモウラがどうとかって。そういえば鍛冶屋の男を見た。若くてヒゲの生えた槍川の出だったはずだ。嘘じゃないだろうね。鍛冶屋が見つかるといいな。タカがアザモウラで生きてる。壁で囲まれた村か。策もなく乗り込めば帰り討ちに遭うだろう。友人が手を貸してくれるかもしれない。よかろう。まずはタカを救い、それから叔父上だ。ジン、タカならどんな道具だってすぐに作ってくれる。でもその後二人で島を出たい。猛虎のことならば案ずるな。叔父上が止めてくださる。とどまり、故郷のため戦え。故郷は私とタカがいるところさ。友人はアザモの氷にいる。ツーツとの境だ。そこで落ち合おう。楽じゃなかっただろう。教えに背くこと。なすべきをなしたまで。そっか。志村、お主に牢は似合わん。たむかわぬよう民に言い聞かせろ。さすれば縄を解いてやる。己のじゃれ事は聞かん。殺せ。全てを失ったつもりのようだが、おいはまだ生きておるぞ。ジン、我が勢が道を塞ぎ、村々の近くには野営を敷いた。全てを掌握している。おいもじき見つかろう。酒井は一生懸命に戦うはずだ。わしもな。大事か。対馬の民はどうだ。お主は父も同然。我が子を見捨てるのはつらかろう。己のしもべにはさせんぞ。
死ちゃっ、ああちよし、影。よし。尋常に勝負。エンダーさん、どうか噂を送った。
Ratschakta! Zokschakta! Sie zu weh, deine Ort! Mir tun sie nur im Chip! Nochtan! Zerimstem! お侍、カシネの森に行ってはなりませんよ。あそこは行かれる怨霊の住処、侍の霊が血を求めています。今は戦の最中、全て人の仕業であろう。ですが森に入って戻った者はいません。モコも島の者も。それにムクロは全て侍の太刀で切られているそうです。怨霊ごときが太刀を握れるものか、調べてこよう。もしや酒井様。お侍、亡くなったお仲間のお悔やみを申し上げます。こっちだ。はげ、さあ。
勝負しろ。
これからも頼むぞ。あなたもご加勢なさるのですか。何のことだ。猛虎に抗うため朝物氷に人が集まっているそうです。さような勇ましい民がおるとは心強い。だが少し気がかりだ。様子を見てこよう。
早く逃げよう。じきにここは見つかる。もうこれ取っちゃ俺らは手負いの鹿か。全て忌々しい通行証のせいだ。休んだら奪いに行くぞ。お侍、何があった？モーコと手を組むアキウドがいます。そいつが持ってる通行証を家族と奪おうとしたんですが、万兵に返り討ちにされ。それには命を懸けるほどの価値があるのだな。通行証があれば誰でも猛虎に止められることなく自由に道を通れます。役に立ちそうだ。ええ、その通りで、アキウドの荷車は道の先に残ったままです。俺が代わりに見つけてこよう。お主らは休んでおれ。お気をつけて。すでに兵が集まっているはずです。キウドの荷車だ。もう五兵、小屋の男らと戦ったのか。アキウドはおらぬか。通行証はないな。もう子供。どうしよう、どうしよう。知らせてやらねば。
遅かった。お侍、こちらへ。通行証を持ったアキュードを助けてください。実は弟なんです。なんだと？通行証を奪おうとしたのも全て加盟のためでした。猛虎に加担したのであれば許してはおけぬ。そんな、いいやつなんです。どうか。無事かは分からぬが、探してみよう。お願いします。兵は後を残しておるはずだ。あった、あっちか。脇にそれた。青海龙，快！啊！师妹，不，去！走！呀！啊！别打了！别打了！待たせてしまったな。ありがとうございます、お侍。礼などいらぬ。猛虎に加担しておると聞いたが。奴らが約束したんです。物資を運べば家族は見逃すと。兄は死んだぞ。お主の通行証を奪おうとしておった。そんな、あのバカ。
道理で俺が疑われたわけだ。通行証など持ってません。あれには運び手の名が彫られてるんです。他のものは使えないのか。もう行け。また猛虎と手を組んでみろ。その前に殺される。それより家族が気がかりですが、顔向けはできません。ああ、なんてことを。どうすればいい。剣は先祖
かけろ、かけ。もし、あなたもアザモ勢のご加勢に？聞いたことがないな。百姓と領主が猛虎と戦うために結託したのです。私は稽古を任されました。それは勇ましいな。稽古の守備はいかに？それが時を過ぎても誰も現れず、探しに参ろうかと。同行いたそう。が近くの百姓の家におります。野営の場所を見ましょう。幼い頃から憧れてきたお侍様と肩を並べるとは恐れ多いこと。太刀も馬も扱えるではないか。私の村は幾度となく海賊どもに襲われ、父も母も殺されてしまいました。身を守る術はそれから苦労して磨いたこの剣の腕、役に立つといいのですが。我流の武士と。あれは火事か。あの家から。猛虎だ。天水軍も行け。ああ、うん、あああああああわたしが会うはずであったものです。ここを襲うなら猛虎は野営も探し当てるぞ。
もっと早く来ていれば。まだ救える命はある。あの音、野営が見つかったやもな。助けに行かなくては。お急ぎください。待て。遅かった。救えぬ者もいる。ならば敵を討つまで。戦の前は心を鎮めろ。待て。腕はあるが焦りは禁物と申したであろう。あなたは腹が立たないのですか。武士の刀は己を映す鏡だ。怒りに飲まれれば切れ味も鈍る。なるほど。故郷に戻り心の御し方を学びます。それでよい。だが戒めを忘れず抗い続ける。そういたします。
ここへ。どうかお戻りを。この森には侍の怨霊が住み着いております。なぜザレ事を語る。本当です。ここはかつて野営でしたが、今やこの森に入った者は二度と戻りません。戦の最中だ。人も消えよう。ここは猛虎さえ忌み嫌う森。ぜひ夜までお待ちあれ。怨霊どもがさまよっておりますので。朝には怨霊の話を聞かせずに済むようになるぞ。心からそう願っております。迷子の牛だ。こっちではない。しまいだ。誰かから逃げようとしたのか。
鋭利な切り口ではあるが腕はあまり良くない。ムクロだ、作り話ではないということか。無人だ。引き返すか。ばかりだ、犯人は近いぞ。こっちへ行ったな。人を追い払うための仕掛けか。調子なら気の済むまで森を独り占めできそうだ。ああ、今じゃ猛虎も避けるからな。侍の太刀で首を切るのは気が引けるが。
人を追い払うための仕掛けか。この地を乗っ取るためなら我慢しなきゃな。やつかもしれん。己ら、なんてこった。本領はいたんだ。なんてこった。本領はいたんだ。嘘じゃなかったのか。これで落着だ。あの男に顛末を教えてやろう。まさか生きておいでとは。これからはこう語るがよい。かつて神の森を汚す悪しき族がいた。しかしその地を守る怨霊の怒りを買うことになり、坂井家の生き残りが怨霊の頼みを聞いた。そして森から族を一掃し、怨霊は成仏することができた。良き話です。怨霊が森を守るためあなたを導いたのでしょう。
酒井様、お助けください。アザモの酒蔵が大変なんです。対馬一の酒蔵のことだな。初めて飲んだ酒の味はよく覚えておる。このままでは人が去り、猛虎に全て奪われてしまいます。様子を見に行ってみよう。ああyou
こに何かいる。調べる。お助けを。ムクロだ。誰が殺した？恐ろしい侍です。奴は重則の試練一戦について教えろとわめいていました。答えを得られぬと知るや怒りに任せ切りつけたのです。答えとは何だ？見当もつきません。語りを聞かせろ。狙いを見定める。対馬に人の移り始むるほど異様な雷と大風島を襲いけり、雷の満ちたる土より稲妻の獣入れたり、獣さが荒ければ里にて暴れ破壊の限りを尽くす。早くて防ぐことをあたわず、かの稲妻の獣を果たしあたう者あらば重則のみぞとて、義人対馬第一の早業の武者を頼みけり、重則刀を持って余人に遅れを取らず、編み出したる秘剣を試練一戦と称す。人の眼にて見ることあたわざる技なり。重則は村の獣を釣り出して小松ヶ浜へ誘いたり、砂が捕らえる獣足、獣二人と渡り合い、稲妻に砂は灰となり木は炭となる。ここぞとばかり重則は試練一戦なでぎりで最後の獣が発るほど雨雲が去りて空は晴れ、対馬は子供の中にけり、その後
重則隠れすぎて出会う者もまれなり、類なき勇と腕とを示しし者のみに試練一戦の奥義を伝う。大風来たる時、刀を重則の庵に捧ぐ。ありどころを知る弟子の、また獣シーゾケンとの思いなればなり。犯人の狙いは重則の技の得得、そやつに渡すわけにはいかぬ。どっちへ行った？女が橋の方へ逃げると、そやつも始末をつけさせねば。奉仕が言っていた橋、鳴き声がする。どこだ？お侍様、みんな殺されちゃって。犯人を見たのか？知り人でした。古賀康平。聞いた名だ。槍川家の老頭だな。顔はわかるか？忘れたくても忘れられません。ついてこい。橋の向こうに足跡があるはずだ。蹄の跡、急いで逃げたのか。古賀について他に知っておるか？幾年も前に槍川家に仕えていたことしか。槍川家は反乱の後離散し、家臣も追放されたはずだ。古賀は対馬を離れ、蒙古襲来の折に戻ったとか。その後のことは分かりません。いずれにせよ、あのような所業は許さぬ。この先、敵陣があるようだ。蒙古だ、隠れろ。
小賀康平という者を追っておる。さっきまで矢倉におりました。まさか猛虎と。はい、ですが言い争いを。重則という言葉は聞き取れました。矢倉を調べる。新手が来る前に身を隠すがよい。何をしておった。白い歯、稲妻で色が抜けたかのようだ。重則の話は猛虎にも伝わっておる。古賀は法師の語りと比べたのか。試合場だ。これを探しておったか。いずこかで試練一戦を伝授されるつもりだ。この近くに白い葉をつける木があります。そこが行き先。助かったぞ。安全な場所へ逃げろ。承知しました。あのけだものを倒してください。白い葉の木を見つけねば。よし、影。
この葉を集めたのか。あれか、白い歯、稲妻で色が抜けたかのようだ。
めてくれ。これ以上何も知らないんだ。人のうめき声だ。タッチを抜け。일단 털어 내고 왔으니 先祖 참 타락도 주관
犯人は猛虎を連れた男か、うん、祖父から試練一戦を授かるため連れ去りました。祖父の命が危ない、行き先は？祖父の稽古場、小松の海岸にあります。どうか祖父を。小賀に得得させるわけにはいかぬ。誰かが切り倒して渡ったようだ。古賀が連れてきた猛虎だ。腕試しといくぞ。
かってこい。これが試合場に違いない。古賀は何をしておった？古賀め、なぜ殺した？いつからあるのだろうな。足跡だ。新しい。小賀康平、槍川の狼藉者め、昔のままだな。槍川が焼かれた様をお前は知らぬであろう。この15年もの間、わしは志村を切り殺すためだけに生きてきた。叔父上に会うことはかなわぬぞ。あのジジイから死に際に死殿一線を授かったぞ。その身で受けよう。
から何も学んでおらぬようだな。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 それは違う。この場で見極めておる。志村から何も学んでおらぬようだな。何も学んでおらぬようだな。
志村から何も学んでおらぬようだな。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 それは違う。この場で見極めておる。志村から何も学んでおらぬようだな。
村から何も学んでおらぬようだな。何も学んでおらぬようだな。何も学んでおらぬようだな。志村から何も学んでおらぬようだな。何も学んでおらぬようだな。
ここで死すべき方ではなかった。対馬を守るためにのみ試練一戦を使うとお主に誓おう。いい子だ影。
来い。発射いたしよう。一旦取り残せ。ザアリ、取り切る。逃がしてやる。あなた様と志村様は生き延びたという噂でしたが、本当だったんですね。無事か。安全な地へ逃げろ。安全な地？アザモと筒を隔てる川沿いの野営にいたんだがね、猛虎に周りの木を切られてしまったよ。兵器でも作るんだろうな。その地に赴き企みを止めねばならんな。
加減はせんぞ。
な。勝負しろ。ヨムヒゲチサムライ。シェメンウッドネメルクエス。待たせてしまったな。逃げられそうか。体は動きますが、猛虎が川の上の辻から見張っとるんです。アザモの方には危うくて行けません。始末しておこう。Hey!
ぞ。取り返す。
慎重に勝負。オートンとシェオヘシュUgh!